ご機嫌クッキングのコーナーです。今日の先生をご紹介します。パティスリーカノンの下坂先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日作るのはこちらのお料理です。金曜日に来るとお菓子が食べられるんですね。そうなんですよ。嬉しいですね。甘いの大好きです。今日は秋らしいですね、かぼちゃプリンです。では先生お願いします。お願いします。はい、じゃあ作っていきます。はい、まず、今日の主役のかぼちゃですけども、はい、下処理の仕方ですね。はい、まず、かぼちゃ大きさどんな大きさ買ってくるかわからないですけども、まずかぼちゃの大きさ適当に切ってもらって買ってきたものを、で、まあ、ラップに包んでもらって電子レンジで火を通していきます。はい、で串などが通るぐらい柔らかくほっくり火が入ればその内側の果肉の部分ですね、それだけ取り出してもらって、で少し裏ごしてあげてください。もし滑らかにしたい場合はザル等でこしてもらえるとより滑らかになりますので、はい、でそれがこちらになります。ここは丁寧にしたいところですよね。そうですね、口当たり滑らかにしたい場合はやはりやってもらった方がいいと思います。はい、であとその他の材料ですね、今日は全卵と卵黄、はい、そこにかぼちゃのペーストを入れていきます。結構今日かぼちゃのペーストが入るので、かぼちゃの味はすごくしっかりすると思います。はい、まあ、お好みによってはもうちょっと入れてもらってもいいですし、まあ、少なくしてもらってもいいです、はい、そこら辺はお好みに合わせてですね。はい、で続いて砂糖ですね。あと、牛乳生クリーム鍋の方で沸かしていきます。はい、温めていきます。だいたい温まりましたのでこちらを、先ほどかぼちゃ等ですね、これ入れた中に入れていきます。牛乳はまあ沸騰する前ですね。そうですね、沸騰直前ぐらいでいいですね。もうこれ溶き伸ばせばこれで生地の方は出来上がりになります。はい、でこれを今日はですね、こういった容器に、はい、流して焼いていきます。だいたい今日はですね、上にちょっと仕上げで乗せるものありますので、容器の7分目ぐらいですね。はい、入れていきます。カップで7分目、ちょっと余裕を持たせて、はい、上にね、はい、乗せていくものがあります。で今日は湯煎焼きしていきますので、はい、こちらに、お湯ですね、温かめのお湯でいいですね。これを半分ぐらいですね、容器の入れていきます。はい、これをオーブンで焼いていきます。160度のオーブンでだいたい30分ぐらいですね。ちょっと様子見ながら、上が表面ちょっとプルプルっとなれば焼き上がりになります。はい、でこちらが焼き上がったものになります。わあ、美味しそう。はい、で今日はこれに仕上げをしていきますが、今日は使う材料、生クリームとあとは市販のラムレーズンですね。はい、これを使っていきます。はい、まずかぼちゃプリンの上に生クリーム、今日はちょっと緩めに柔らかく立ててます。その方が食感が合いそうだなっていう。そうですね、今日滑らかですので、あまりしっかり立てるよりは、優しめに立ててあげた方が、はい、しっかりと下と合うと思います。はい、で今日はラムレーズンを上に乗せましたので、これでお皿に乗せて完成になります。はい、完成しましたよ。それでは材料を振り返っていきます。はい、5個分の分量です。まずプリンの生地です。かぼちゃペースト 125g、 牛乳 200g、 生クリーム 50g、全卵 60g、 卵黄 50g、 グラニュー糖 30g、 また仕上げに 6% を加糖したもの、生クリーム、そしてラムレーズン適量です。直径 6.5cm、 高さ 4cm のプリンカップ5個ご用意ください。材料レシピはホームページ、またテレリンクに載っています。なお今日のクッキングの内容は放送終了後、新しい情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。どうぞご覧ください。はい、ではいただきま す。いい色してますね。楽しみ。あ、確かに生クリームがね、柔らかいですね。はい、ではいただきます。うわ、滑らか、とろける、とろんとしてる。あ、おいしい。しっかりとかぼちゃの味もして、はい、こう最後に噛むラムレーズンがまたいい香りですよね。はい、そうですね。美味しい。かぼちゃとレーズンで意外と合うんですよね。サラダとかにも結構ラムレーズン入ったりしますし、そうですね、かぼちゃサラダに入れるっていうこともありますよね。うわ、ちょっと疲れ取れるね、これ。ちょうどいい甘さで、自然の甘さでいいですね。同時にね、秋ならではの、まあ、10月にぴったりのプリンではありますよね。美味しい。かぼちゃをさつまいもとかに変えてもらっても、はい、スイートポテト風になりますので、
いやいろんなアレンジができる。その時もあの裏ごしというか、そうですね、滑らかにちょっとなった方が、はい、合いますね、はい、うん、金曜日に来てよかった。はい、皆さんもどうぞご家庭で作ってみてください。さあでは来週のメニューですが、月曜日ご機嫌がお休みとなります。火曜日のメニューです。キノコ大好きがテーマで、火曜日は舞茸とジャガイモのカマンベールオーブン焼きを作ります。材料は舞茸、カマンベールチーズ、そしてジャガイモを用意してください。今日のご機嫌クッキングは下坂先生でした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。